ラスウェーデン製ボルボ、ボルボはスウェーデンの車ですが、随分長く古くからですね、日本にも入れられてきております。1965年製のボルボということで、もちろんボルボ車はですね、もっともっと1950年代からあると思うんですが、日本に入ってきたのは1965年あたりで、日本のディーラーがしっかりとできていたはず。今オーナーの車の車検証を見せていただくとですね、ちゃんと日本のディーラーとして輸入車、ディーラー車第1号としてこう入ってきてるっていうことなんですよね。ボルボの今横に型式 122S っていうのがありますけど、ボルボアマゾンという社名を使っているのは、当時だけで、その後アマゾンというのがドイツの国で、バイクかなんかに使われたので、アマゾンという社名を使わなくなったらしいんですよね。それからはこの 122S とかっていう社名になっておりますが、現在は、日本の中では、当時のボルボアマゾンという形で、売っていますよね。もちろんスウェーデン製ではありますが、この車体の雰囲気はですね、1950年代60年代のアメリカで売っていた、車のですね、ある程度こうちょっと模倣になっているかと思いますが、当時のモデルとしてはかなり高級車路線を狙っているんじゃないかなと。そして、ボルボといえばですね、まあ、安全運転のですね、安全装備をですね、しっかり備えたということで、当初3点式のシートベルトを作り始めたのもこのボルボ社からですよね。オーナーの方、ちょっとだけお話聞いていいですか？はい、大丈夫ですか？はい、ちょっとだけお話お伺いします。はい、このボルボを手に入れたのはですね、はい、何年頃なんですか？1965年製だから、これ新車ですか？いや、そこから10年その後ですね。10年その後。そうです。はい、ただ当時車検証がちゃんとあるってことは、この新車の時に日本にちゃんと入ってきた正規輸入でした。そうですね、俺が40何年か、はい、男のお名前だけ聞いていてよろしいですか？原田勝弘です。原田さん、はい、そうです、はい、ありがとうございます。大事な大事なですね、ボルボ今回はですね初この渚のモーターショー持ってきていただきましたね、はい、ありがとうございます。もしよろしかったら運転席座らせてもらってもいいですか？ちょうどいいですか？ちょっとですね、運転席の方にですね入って、はい、お、どこで、あ、中の鍵を開けて、さあ1965年当時のですねボルボに乗ってみたいと思います。お、ステアリングでかい。ステアリングの広さ、そしてですね、内側にあるこれがクラクションなのかな、今でも鳴るのか、今エンジンのキー入ってないんだな。中のこのね、マルデラジオみたいなメーターと、そしてオドメーター、トリップメーター、鍵がある。はい、なってもそれ赤いです。赤いやつ。あ、これ。そうですね。エンジンかけてもいいですか？あります。はい。はい、ありがとうございます。はい、オーナーの許しを得て、どうぞ少しエンジンの音をね、はい、聞いてみたいと思います。これます、ね。これミッション、はい。あ、これです。ミッションちゃんとです。すごい長いシフトでは。はい、ニュートラルに入れて、それエンジンをね、はい、少しかけてみたいと思います。はい、さあ、1965年製ボルボ、アマゾン。に行って、はい、でこれだ、これ赤いのこれ、そう真っ赤、はい、これもうちょっと左、さあこれ行く、はい、なんと、押せばこのままかかったいいじゃないですか。あ、そしてパワーステなのかなんか今ステアリングに反応があったな。なんか頑張ってる感じしますよ、エンジン。ちょっと心ともない感じの雰囲気ではありますが、一発始動。そしてね、大丈夫。頑張ってエンジンが回っております。大丈夫。しかし、スタータースイッチとかはね、ちゃんともう手作りで、4体ですか。改めて作り直しております。これは4回ですか。
はい、このねシフトレバー、そうですね、1メーター近くあるんじゃないか、1メーター合わないかもしれない、80センチぐらいなのかな、ほどんところですから昔は。かっこいい、ほどんと昔は。でもね、いろいろ自分で結構いろんな装備を作ってるんですよね。なぜ水準器があるんだ、食っちゃったからね。なぜ水準器があるんだ、ね、タコメーター別途こっちにあのアフターパーツでついてるじゃないですか。旋回転アイドリング、旋回転以下のアイドリングで、はい、当時の模様のねラジオとかもそのままついておりますが、きちんと走らせるためには現代のケンウッドの、ラジオをちゃんとねオーディオ装置しております。いろんなものが後付けでですね、今使い勝手がいいようになっておりますが、このねシフト雰囲気いいな、ね、ここ何があるんですか、それ何ですか、何設定です、それ。あ、エアコン、ヒーター設定、時間ちょっと時間をあれあれだ、あのチョークレバーみたいな感じですね。そうですそうですね、チョークレバーみたいな感じですね、はい、今これちょっとステアリングどっち向いてます、今右切りになってる、こっちで、そう、こう、もうちょいことだよ、これでも、もうちょい、もうちょいですね、そうそうそう、もうちょいもうちょい、これがスタンダード、もうちょいもうちょい、もうちょい、これもうちょい、もう一回ですよ、もう一回です、もう一回なんだ、そうそうそう、これ、回してではないですね、もう一回、もうちょい、もうちょい、いいとこだね、ここらだね、そこだね、それこれが正式の形ですね、ステアリングにボルボのロゴが入ってる、はい、ぴったりです、古いですよ、ですこれクラクション鳴るの、ここでは鳴らないの、クラクションここだ、どこだ、あ、これをクラクションにしてるんですね、いい感じですね、これ多分あれだよ、外しに戻したらすぐ来るから、中身 1.8 リッター直四のエンジン、中にエアクリーナーの大きいのがね2つありますが、大柄な車体でありますが小型なエンジンというかね、当初アメリカではもうちょっと大きな排気量を皆さん使っていたような感じがしますが、スウェーデン製ボルボ車としてはですね、まあそれほど大きな車体、まあ車体に対してエンジンはですねそれほど大きなものは乗せていなかったんじゃないかなと思います。1965年当初ですけど、きちんとですね北欧自動車株式会社ボルボ日本総代理店と、きちんとですね日本のディーラー社であることがわかる、1965年の新車がですね日本に正規に入っていたという証ですよね。そんな頃から日本にですね入っていたんですね、これね、なかなか懐かしい車両を見させていただきました、ありがとうございます。